こんにちは。一日一日っていうか、もう一瞬一瞬ね、一生懸命やる以外ないと思う。で、先週末のゲームやりましたと。まあ紅白戦、制約戦だけど、その中での緊張感とか、あと、まあ、さっきカントも喋ってね、やっぱしんどい時に仲間のために走れるかとか、しんどい時こそまあ組織的にコンパクトに守れるかとかさ、なんかそういうのが結局試合をねやった時に分かるものだと思うからさ。で、やっぱ練習ってぶつ切れになっちゃうから、ぶつ切れの中でしか逆に学べないこととか、ぶつ切れになるからこそ曖昧まで喋ったりさ、今こうだったよねとかさ、そういうのはできるのが練習のいいところだと思うからさ、あの本当に何やるかじゃないよってことね。どうやるか、その一瞬のその一回のプレーをね全力でやる。オッケー、したら今からあと1分ぐらいでファンクショナル3つ分かれるから、それまでフリーで動こう。オッケー。こんにちは。こんにちは。いいね。全部テンション100だぞ。 OK。 できないやついらないよ。 OK。 スイッチだけはゼロよ。ディフェンスはピンク起用。OK、この前と一緒ね。22プラス2サーバー関東かけるかな、パス交換で、この瞬間にね、アップアクション起こすし、ディフェンスはねやらせないように。 OK、 中から行こう。よし、スタート。 OK、 横パスのパススピードを上げて、実際と一緒。岡野は正解だけどな、クリは出せなきゃダメだ。それはオフェンスはトライしろ。足元だけに出しててもいつまでも突破できねえぞ。いつどのコース背後取るんだ。おう、ほ、失敗すると倒れるかな。 OK、 じゃあディフェンスはそのまま来て、オフェンスは木なしでもいいか。5対5、プラス1サーバーで、オフェンスが青の方はゲート3つ、三原もう一歩ずつ広げてゲート、ドリブル通過が3箇所あります。ディフェンサー取ったらシュート、もしくはサーバーの人にパスして終わり。まあやってる練習だから、やってみよう。よーいで、ボランチがいないな。ボランチの赤、おう、そこ入れながら、そうそう、オッケー、まあ悪くないけど、できればゲートの前で受けてね、突破する感じで。もう一回行こうか、オッケー、帰ろうか。ディフェンスは取ってゴール入れるまでだぞ。よし、スタート。ここの間短くしよう。おお、プレイ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 、大丈夫、ああ、どうする、そう、どっかで入れて、はい、今のも庄司さ、取られたと思ったらボールにいってほしいんだよね。下がる必要は全くない。カロ、そう、今のもさ、もう一回、じゃあ栗持つ、押すと、ごめん、和田持つ。で、今のでやってほしいことは、ここの翔が
やっぱここのラインじゃなくて、ここのラインまで来て、ここでもらえばさ、こいつのプレッシャーじゃなくて、この持ち方でさ、できるじゃんね。だから、ちょうだいちょうだいって言ってるうちに目の前に捕まるんじゃなくて、俺このラインよりここで勝負するんだなってなればさ、かけるもいるんだからな。やっぱみんながちょうだいちょうだい、みんなわかる。みんなの欲しいちょうだいちょうだいは、相手に捕まるちょうだいちょうだいだから。あ、ここじゃねえ、ここだって早く見つけてほしいんだよね。よい、プレイ。そうそう、いけそう。タイガーゴール前でやらせないよ。ちょっと確認な、葬儀ボール持って、ペナの中入って、空対応して、その時のカイトのポジション、ユリのポジション、レオのポジション、クロス対応もできます。突破された時に速いボールに対応できる、ちょっと深めのポジション取ります。そう切り返して、バックパス。この瞬間にこの内側に向けて、この内側に向けてラインを上げて、出る。内側な、だから次出ていいパスはここじゃなくて、絶対こっちな、出る。空、空、空、外、外に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 。クロスサイドポジション取る。で、バックパス入った時に、内側にみんなこう締めて、とにかくこのコースを縮めてシュートコースにも入れる、スルーパス通させない、パスをね、とにかくこの扇状に出させる。ディフェンスはその連続ね。オフェンスはどっかで操作しながら、さっきカイトに出したような、スルーパス。プレイ！そう、もう一個細かく、そう、中閉じる、中閉じる。OK、ボード見て、77行くよ。スローイン、スローイン。で、ノーゲームはシュートね、ゴール前で、ワンタッチでシュート。赤ボール。ごめんなさい、ごめんなさい。だ、ガッツォ、大丈夫ね。行きます、よい、はい、オフサイド、オッケー、試合が始まって35分だ。で、なんとなくふわっとやってて、なんかうまくいかねえなって、試合負けるぜ。ここでマックスのテンションでやれって。週末のこの時間戦ってんだよ、本当の勝負を。それに頭も体も鳴らさないと、あれって言ってたら、ショーやられんぞ、お前のとこで。ふわっとすんな。5分間集中して戦え。行こう。行こう。はいはい、お、連続してプレーしろー。そうそう、そういうポジションでずらせずらせ、いいトライショー。そう、中閉めろ、中閉めろ、中閉めながらディフェンスは、早くポジション、オフェンスは先ポジション取る。 OK、 行こう、プレイ。相手を見て、どうやってライン越えていくんだ。ナイスクリーン、オークリーン。水入れて、ペアトレーニングして終わろう。別にこけなくてもよかったんだけど、俺はそれぞれ全然遅かった。だいぶカメラで撮ってるから。次から通った時に、通った時に姿勢崩れたら、なおかん、ゼロ点。じゃあ今のは引き分けだよね。オッケー、次から、オッケー、1点。肘、胸、背そ、背そ、背そ、これ同点に持ち込む。首、眉毛、鼻、口、耳、肘、胸、青。あ、危ない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 、いいぞケータ、いいぞケータ。右手左回らなかった。マルドさん、ちょっと多くない？おい、おお、初めからやるよ。赤、
お前さ、待ってマジで。やっぱりケータ、ほらケータはケータだよ。好転。やっぱりかけるダメだな。隙がある。はい、お疲れ様でした。もうみんなも感じると思うけどさ、先週もう一週前とは全く違うじゃない。この5時ぐらいになったらだいぶね、涼しいな、やりやすいな、試合になったらいけるなって感じてたのがもうこの感じだからさ、もうまさに試合が始まって前半終わるまではしんどいよ。普通にジョギングするだけでしんどい。でもその中でお互いサッカーするわけだから、何がなおさら一番しんどくするかって言ったら、プレイしてるみんなの頭の中が揃ってない、頑張んなきゃいけない時に頑張るやつと頑張んないやつがいたり、ケアレスなミスをする、そこでそのミスするっていうのをした方が多分余計しんどくなる。しんどくても走れりゃそんなん関係ねえんだけど、やりたいことはやれなくなる。一番パワー発揮したいところでもうヘロヘロになってんだからさ。頭が動いてないやついたら動かさなきゃダメだ。周りがもうみんな仲間なんだからさ。はい、お疲れ様でした。あ、俺はね、ごめん、カン。今自分も明日のところで、今日は電車の帰ってきたと全体に行くわって感じがあって、一応から言われてやるよ。じゃあ、まあ、一人の選手として全然ダメだと思うから、本当に一人一人が、ね、練習の最初から 100% できるようになった。明日からいい準備して、いい練習しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。